アマーリエ・アウグステフォン・バイエルン・アマーリエ、アウグステフォン・バイエルンは、バイエルン王国の王族。バイエルン王マクシミリアン一世の御女で、ザクセン王ヨハンの日となった。1801年11月13日、バイエルン戦帝皇、マクシミリアン四世ヨーゼフと、その二度目の日であった、バーデンドゥルラ派偏教白星子、カール・ルートビヒの娘、カロリーネの間に次女として、ミュンヘンで生まれた。 なお姉のエリーザベトとは双子であった。アマーリアウグステは1822年11月21日にドレスデンでザクセン王子ヨハンと結婚し、1854年に夫の即位により王妃となった。なお、妹、マリア,アンナはヨハンの兄で先代の王フリードリヒ・アウグスト2世の5歳、また父方のオバーマーリエは初代ザクセン王。 フリードリヒ・アウグスと一世の日であった。1877年11月8日、アマーリア・アウグステはドレスデンで死去した。墓所は当地のカトリック宮廷教会にある。夫であるザクセン王・ヨハンとの間には以下の三男六女を設けた。ありがとうございます。